えー、速塾の久保です人はなぜ人を叩くのかってことですよね。何度も申し上げましたけども、権力者とか大富豪とか資産家っていうのは、えー、もう団結するのが得意なんですよ。力を合わせていくのが得意なんですよ。しかも行動力はあるんですよね。すぐ動くんですよ。で、えー、普通の人ってのはどうなるのかっていうことなんですけど普通の人ってのは、協力し合うことはないんですよ。うん、個々でやってるんですよ。一人一人で。勘違いしちゃってるんですよね。プラス、人を叩くのは一生懸命なんですよ。人の足を引っ張るのに。 これでででくいいいかななすすよよねねプラス行動力ないんですよ、ね、人を叩くだけ叩くんだけどもでもじゃあだからといって自分が代わりに何かすると言ったら何もしないんですよね。でも資産家とか成功者やお金持ちっていうのは人を叩く暇があったら自分が行動してしまうんですよ。だから人の批判とかあんまりしないんですよね。というよりも批判すべき人間が目に映ってないんですよもう。でいちいち批判したりとか足を引っ張りたい人間が映るっていう環境にいるのが自分なんですよね。 いちいち人の批判がなんかね問題が気になるとかちょっと例としては適当じゃないかもしれませんのであの今まで言えなかったんですけども例えばね満員電車に乗るとかね渋滞に巻き込まれるっていうのはこれ普通の人が普通の環境にいるからそういうことが起きるんですよねだから不満から逃れられないんですよでもじゃあ大富豪が渋滞に巻き込まれますかとかね満員電車に乗りますかとかねそう考えた時に乗らないし渋滞に巻き込まれない要するに世の中の不満を感じるところとは別のところに生きてるんですよね だから全然違う人生や判断ができるんだろうなと思います。まあ我々はねだからといっていきなりそんなに大富豪とか特権階級みたいな暮らしができるかしらできません。できませんのでせめてですね不満の多い環境にいる時に他の人と同じように不満に目を向けるんではなくてその中でもね 美点にを目を向けるっていう習慣をつけておくことで、えー、自分をそして他者を励ますことができるんじゃないかなと思うんですよまあ、そうなんですよね今回の動画のまとめなんですけどもいちいち人の上げ足を取ってる暇があったらいちいちね 人を励ますためにね、いろんな美点を探すってことに目を向けた方がいいんじゃないかなと思います。どんなところにも美点があります。下水道にも美点があります。必要なものと必要じゃないものってのは、世の中誰かが決めてるんじゃなくて、自分がそれを汲み取ってるわけなんですよね。じゃあ自分の周りにいる人、うん、自分にメリットがあるかないか、 客観的にメリットがあるのかないのか、そうではなくて、その人をどう自分が生かしているのかってことなんですよ。身の回りにある情報とか人とかね、資源っていうもの、自分が生かす裁量があるのか、無駄と言われているもの無駄じゃないように使っていけるのか、それとも無駄は無駄にしか感じられないのか、そこに大きな差があるんだと思います。皆さんどう感じでしょうか。失礼します。